しかも三笘アラの価格ってめちゃくちゃ安くて、現在市場価格おいやおいやー、どうも IG でございます。本日なんですけども、ワールドカップ絶賛開幕中ということで、まあ開幕中っつってもなんかおかしいというか、まあ今言うことなかったんで適当に開幕中とか言ったんですけど、ワールドカップ開催しておりますので、多くのスター選手たちが活躍しており、特に爆速亀太郎 CEO 先生はね、抜群のスピードと得点能力を見せ、我々にね存在感を放ちまくり、メッシ率いるアルゼンチン、メッシがね相変わらず神プレーをしてくれて、やっぱメッシナンバーワンだなと思わせたり、ブルーの先生がねポルトガルをまとめ上げて FC ブルーの代表でも作っていたりと、まあ本当スター選手たちが多く活躍しております。しかしすでに知られているスター選手以外にもさりげなく活躍し、知名度を上げた選手たちも一定数いらっしゃいます。今回はそんなさりげなくというか、まあ結構派手にね知名度を上げた選手たちもいますけども、まあその選手たちの中であまりね大きなクラブに属しておらず、ここからビッグクラブに移籍するんじゃないかっていう選手たちについて今回はまとめていこうかなと思います。ビッグクラブの定義って難しいから、人によってはね、おいこいつビッグクラブにおるでってやつもいるかもしれませんが、まあその辺は皆様温かい目で見守ってくれると幸いです。それでは行きましょう、レッツゴー。ネブウェイジュード・ベリンガム。そもそもワールドカップ前から人気ありましたし、マドリーやリバプールって言われてるぐらいですから、お前びっくりしたんか IG って方いらっしゃると思いますけども、結構ベリンガムのクオリティの高さにはびっくりしませんでしたか？何回か確かにチャンピオンズリーグでも見たことありましたし、もうなんかねすごい選手だってことは分かってるっちゃ分かってるんですけども、ワールドカップでねしっかり彼のプレーを長時間見ることによってヤバさが分かったというか、いやベリンガム本物だなと思ったんで、みんな知ってるよベリンガムがヤバいことはって思ってるかもしれないですけども、ちょっと上げさせていただきました。個人的にねドルトムントビッグクラブだと思ってるんで、ドルトムントからステップアップっていうのもなんか失礼っちゃ失礼なんですけども、ちょっとベリンガムの方を紹介させていただきます。03式後期世代、188cm 右利きのイングランドをレプレゼンするミッドフィールダーとなっており、まあ03式ですのでブンデスの至宝フロリアンビルツと我らが中井くんと同い年の19歳ということになっております。非常に若いっすね。ちなみにスペイン代表のガビくんはね彼らの1個下となっております。まあガビ負けちゃったけど、あいつもあいつで活躍してたと思います。経歴の方を見ていきますと、イングランド2部のバーミンガムでキャリアをスタートさせ、16歳と38日でプロデビューを果たし、バーミンガムの最年少記録と最年少得点記録も更新しました。彼の場合はねピッチ内の活躍だけでなくピッチ外での活躍、特に人格が素晴らしかったことから、彼がつけていた背番号22番は現在永久欠番となっているみたいです。プレーだけでなく人格も素晴らしいというのは本当に魅力でしかないですよね。そして市場価格は当時1100万ユーロだったんですけども、なんと2500万ユーロでドルトムントに移籍することとなりました。いや10代の選手に2500万ユーロってめちゃくちゃ高いよね。まあエンドリックがだいぶ更新した感じはあるけど。そして昨シーズンドルトムントでは44試合で6ゴール13アシストと活躍しており、今シーズンのブンデスリーガーではなんと15試合で3ゴール2アシスト、チャンピオンズリーグでは5試合4ゴール1アシストと国内国外でもしっかり活躍しており、今回のワールドカップでは4試合で1ゴール1アシストと中盤の選手ながら、他のカップ戦などの活躍も含めていきますと今シーズンだけでなんと26試合9ゴール4アシストと得点にかなり関与しております。早速彼の特徴について話していきますと、彼は2ボランチの一角で起用されるボックス2ボックスの選手で、守備面でもしっかり貢献しつつ攻撃にもバチバチに参加して結果を残す選手となっております。まあワールドカップでね皆さん見たと思うんで特徴についてね詳しく話す必要はないと思いますけども、攻撃時にはキレのあるドリブルで相手を抜いていったり、縦に推進していきボールを運んでいったり、効果的なパスで攻撃を組み立てるだけでなく、ペナルティエリア内ではパスでチャンスを生むこともできております。なのでこの若さでねこのようなスタッツを残すことは納得できますし、マジでイングランドの攻撃引っ張ってたよね。そして魅力はそれだけでなく守備もしっかりできる選手なので、相手からしっかりデュエルに勝ってボールを奪っておりましたし、インターセプトでもボールを奪っていたような気がします。その守備面での活躍はブンデスリーガでもしっかりやっているみたいなんで、ブンデスでは現在我らが遠藤を抑えて245回のデュエルで勝利しており、ブンデスのデュエルキングに輝いております。ちなみにスプリント数は398回となっていて、ブンデスで11位となっており、ヒートマップを見ても分かると思うんですけども、かなり守備にも貢献していることが分かります。ベリンガムの特徴をねこれまで話したんでまとめていきますと、本当にボックスボックスの選手となっておりまして、ダブルボランチで起用されながら攻撃時にはドリブルとパスでビルドアップとチャンスメイクにしっかり貢献し、守備時には広い範囲で顔を出しデュエルに勝ちまくりボールを奪いまくっているということになっております。なので本当に攻守ともにバキバキに活躍できるボックスボックスの選手って感じがしてしまいますよね。
さあ彼の特徴の方はね、もうしっかり分かったというか、もうすでにワールドカップで見てる人がほとんどだと思うんで、価格の方に行こうと思うんですけども、ベリンガムの市場価格は現在1億ユーロということになっております。なので移籍金はね、おそらく1億ユーロを超えることは間違いないですし、ドルトムントはね、彼の移籍金を1億2000万ユーロに設定したんじゃないかなとも言われております。まあでも最低でも1億2000万ユーロはかかりそうな雰囲気めちゃくちゃしますよね。一時期はマドリーが濃厚と言われておりましたが、今はどちらかというとリバプールという報道が多くなっており、まあベリンガムはそもそもね、ジェラードが憧れの選手と言っておりましたので、まあリバプールに新しいオーナーが来た場合はリバプールにベリンガムは行くのかなと思っております。しかし新しいオーナーが来なかった場合ね、ベリンガムは非常に高額な選手ですので、マドリーがなんだかんだかっさらっていくのかなとも思います。まあどっちを選ぶのかっていうと、まあ、正直イングランド人でね、ジェラードが好きと言っておりますので、なんとなくリバプール優勢な感じはしますが、オーナーがね変わらないと本当に難しそうですし、彼はバーミングガムから移籍する際、プレミアのクラブに移籍することはなく、おそらく成長のためにドルトムントに移籍したような感じもしますので、リバプールもビッグクラブですが、まあマドリーの方が安定してチャンピオンズリーグに出る環境は整ってますし、まあ素晴らしいベテランの選手たちもね、まあもちろんリバプールにもいますけども、マドリーにもいる状況となっており、即戦力という感じよりかは、まあしっかりね、あの育てていくみたいなこともね、マドリーは一応ロドリゴ、ビニシウス、バルベルデ、カマビンガなど、その辺のマドリーの環境や実績に惹かれて、まあマドリーを選ぶみたいな可能性もあると思うので、彼がどっちを選ぶのかっていうのは見守っていくしかないのかなと思います。どっちに移籍しても利点は間違いなくあるし、リバプールの方がね、マドリーよりは試合に出れそうっていうのもポイントっちゃポイントだから、マジで難しいよね。まあ皆さんはね、どっちにベリンガムは移籍すると思いますか？その辺の方はね、コメント欄にウェイをしてくださると幸いです。さあ次の選手行こうと思います。 NEXT ナンバー2、ヨシコ・グバルディオル。クロアチア代表のグバルディオル、まあ勝手ながらね、グバグバと呼ばせていただいておりますけども、日本代表の攻撃陣、彼にだいぶシャットアウトされましたよね。いやもう本当あいつ邪魔だったというか、もう浅野選手はね、グバグバに対して何もすることができませんでしたよね。まあ他の選手も同様なんですけど、他にも左足からね、素晴らしいフィードも蹴っており、攻撃面でも活躍できるっていう、はって感じっすよね。でかくて上手いとか、なんか NBA 選手みたいだよね。そんで日本戦だけでなく、ベルギー戦でもね、ルカクをチンチンにしており、ドリブルも割と得意な様子でスマートに運んでおりましたよね。マジでこんだけ攻守ともに万能でさ、足も速くてさ、左利きとかさ、彼のことが欲しくないクラブって多分この世に存在しない感じしますよね。グバグバのね、概要の方言っていきますと、ゼロネ式レックス世代となっており、クロアチアをレペゼンしているセンターバックで185センチ、左利きとなっております。同い年の選手はね、ゼロ二なんで、ペドリやカマビンガということになっており、185センチとなっておりますので、まあセンターバックとしては低くない身長となっております。まあ正直厚みがすごいんでね、185センチには見えないっていうか、190センチ台にも見えるようなガタイしてますよね。ちなみに経歴の方はディナモザグレブのユースから始まっており、そのままそこでプロになって、現在ライプツヒに所属しているという状況になっております。どうやらライプツヒに移籍する前にね、リーズからオファーが来ていたみたいなんですが、まあそれらを拒否して、自分が成長できそうな環境にずっと身を置き続けるという選択を選んでいたみたいです。プレミアのリーズ拒否して、ブンデスのライプツヒ行くっていうのは、なんか最近の若手感強いっていうか、最近の若手選手、そういう選手めちゃくちゃ多いっすよね。一旦ブンデス挟んで成長してから、プレミアとかラリーガとか行った方がええやんっていう移籍ムーブ、まあめちゃくちゃ成功例多いですので、賢いっていうか、まあいきなりビッグクラブ行くことはね、全然悪いことじゃないと思いますし、それはそれで成長する感じはしますが、まあ今の若手選手のトレンドはそういう感じとなっております。サンチョとかオルモとかもそうだもんね。まあ特徴については先ほど話したので、端的に話していきますと、万能型のセンターバックとなっており、守備陣にはしっかり相手をシャットアウトし、身長も185センチと小さくないですので、空中戦も悪くなく、まあセットプレーとかでも脅威になるんじゃないかなと思います。しかしね、まあブンデスのスタッツランキング、まあ先ほどのベリンガムのように見ていったんですけども、地上戦でも空中戦でもね、デュエルの勝率では上位にいなかったので、もしかしたら彼はね、インターセプトや前から潰す守備みたいなので、相手の攻撃をシャットアウトすることが得意なのかもしれません。そして攻撃面では素晴らしいキック精度を持っており、左足からロングフィードでチャンスを生んでおりますし、まあくさびを入れることもできるんじゃないかなと思われます。加えてドリブルもボールで運ぶことができますので、ビルドアップでも活躍できるとなっております。ワールドカップで見る限り本当に足も遅くなさそうなので、本当に万能型のセンターバックと言ってもいいんじゃないかなと思います。一応市場価格は6000万ユーロとなっており、契約は2022年までと
なっております。まあ市場価格6000万ユーロになってますけど、まあワールドカップ終わったらね8000万ユーロぐらいになっててもおかしくないですし、1億ユーロになってもねまあ驚きはないというか、まあ1億ユーロはやりすぎな感じしますけど、まだ20歳っていう若さもありますから、ちょっとこれはどうなるのかっていうのは気になりますよね。だって彼のこと獲得したら左足のセンターバックしばらく取らなくていいんだもんね。いやー、どこのクラブもマジで欲しいだろうな。一応今年の夏の移籍市場、チェルシーがすでに彼にオファーを出しており、そのオファーを出した金額っていうのはね9000万ユーロだったみたいなんですけども、まあそれをねライプツィヒは拒否ということなので、いやもうなんかその辺見るだけで恐ろしいっちゃ恐ろしいよね。だって9000万ユーロで今年の夏断られてんだからさ、ライプツィヒは多分1億ユーロ以上、多分ベリンガムと同じぐらい1億2000万ユーロぐらい積まないとなかなか移籍は許可させてくれなそうだよね。一応グバルディオルにはマドリーとチェルシーから移籍の噂が出ております。しかしね、アスレティックのインタビューによりますと、グバグバ君は代理人が対処してくれるからそのうちわかると思うよ、今はライプツィヒで幸せだけどチェルシーはビッグクラブだしいつかそこに行くかもしれない、特にコバチッチがいるからねと語っておりましたので、いろんなクラブが欲しい状況だとは思うんですけども、この流れだとチェルシーに移籍が濃厚って感じしちゃいますよね。まあ全然マドリーもお金ありますし、マドリーにはなんとモドリッチがいるわけですから、まあマドリースタの方々はね別に諦める必要はないというか、可能性は全然ゼロじゃないのかなと思います。まあチェルシーに行くことは悪くないみたいな発言もね本心じゃない可能性というか、リップサービスの可能性みたいなのもあると思いますので、もうグバグバの去就については見守っていくしかないのかなと思います。なんかチェルシーに行くよりリバプールとかに行ってさ、ファンダイクとコンビ組まれた方が個人的には怖いよね。なんかコナテ&グバルディオルとか若手センターバックコンビになってもなんかめちゃくちゃだるそうだし、いやなんか考えただけで恐ろしいな。まあとりあえずグバグバ君はね、今後注目していくことは間違いなしなんじゃないかなと思います。 NEXT ネベスリーコーディ・ガクフォ、オランダ代表のガクフォということで、まあワールドカップグループステージにて3試合連続得点をかまし、マジでめちゃくちゃ名を上げましたよね。まあ夏の移籍市場でね、もうすでにユナイテッドへの報道が出てたんで、まあユナサポの方々はねほとんど知ってたとは思うんですけども、あそこまで活躍しちゃうとはねマジで思ってなかったっていうか、びっくりしたっちゃびっくりしたよね。一応概要の方言っていきますと、99年式ラルフ世代の23歳となっており、デリクトやフェリックスと同い年となっております。一応右利きの選手で、身長は189センチとかなり高く、ポジションはクラブでは左ウィンガーですが、代表では2トップの一角としてプレーしております。クラブでのプレー史を見る限り、プレースタイルはほとんどラッシュフォードと言いますか、ドリブルもそこそこ得意で、カットインからのシュートは威力が高く、ほんとラッシュフォードって感じっすよね。代表ではクラブとは違い2トップの一角でプレーしており、まあ先ほども言いましたが抜群の得点力で3試合連続得点をかましておりました。他にもドリブルでボールをキープしながら軽々と相手を突破したりして、まあドリブルも得意そうということですので、ほんとラッシュフォードっちゃラッシュフォードなんだよな。なんか2トップの一角としてプレーしてても、一応今シーズンペースベイでは24試合に出場し15ゴール17アシストを決めております。ワールドカップ見た感じだとね得点力っていうイメージですが、おそらくオランダリーグではあのドリブルキープやドリブル突破からアシストを生んでるのかなと思いました。今シーズンの夏の移籍市場では市場価格がね確か3500万ユーロとかそのぐらいの値段でしたので、おそらく獲得するんだったらね、まあ4500万ユーロとか、まあ、4000万ユーロぐらいになるんじゃないかなと僕は動画で言ってたような気がします。しかし現在市場価格はねなんと4500万ユーロとなっておりまして、彼のことをね獲得するために必要な移籍金はなんと現在は7500万ユーロかかるんじゃないかなと言われております。ここまで高くなるんだったらね、夏に4000万ユーロでユナイテッドは彼を獲得すべきだったような気がしてしまいますが、左ウィンガーもうユナイテッドにはねラッシュ、サンチョ、ガルナチョってもうなんかいい選手揃ってるんでね、なんか個人的にはねいらない気はするっちゃするんだよな。一応ねテンハグが欲しがり続けているので、ユナイテッドに移籍の報道は出まくっており、他のクラブはと言いますと一応マドリーに移籍の噂は出続けております。先ほども言った通りユナイテッドには左ウィンガー揃ってるんで、なんとなくいらない気はするんですけども、まあ代表で真ん中やってるから、テンさん的にはね彼を真ん中の選手として獲得するぞって感じなのかもしれませんが、マドリーの方がね学校的に幸せな感じしますよね。左ウィンガーとして起用されることは間違いなさそうですし、なんかな無理に真ん中やらされてさ、まあできなくはないけど、ユナイテッド来てだ結局ダメじゃんってなるよりかは、なんかマドリーで手堅く左ウィンガーやらせてもらって、まあチャンピオンズリーグ優勝に貢献するみたいな方が幸せそうっちゃ幸せそうだよね。なんかマドリーの方がストライカーはベンゼマとかロドリゴとかいるから、真ん中試すってなってもなんかプレッシャーとかはあんま高くなさそうだし、どうなんだろう。ガクポのためを思ったら意外とマドリーに移籍のオファーがあるんだったらマドリー行ってもいいんじゃないかなとかは思ってしまいます。アザールが結構使い物になってないしね。とはいえまあマドリーが本気でガクポを獲得しに行くと思えないので、なんだかんだ俺はいらないとか言ってますけど、俺のいらないイコール来た際活躍するみたいなジンクスがね、まあアントニーやリ
リサマルを筆頭に出てますので、なんとなく時期は分かんないですけども、ユナイテッドに来るんじゃないかなと思っております。まあガクポに関してはね、多分今後も報道がいっぱい出ると思いますので、また動画にすると思います。その際はチェックよろしくお願いいたします。さあ次行きましょう。 NEXT メンベフォン、ゴンサルラモス、01式ビリーアイリッシュ世代、185センチ右利きのストライカーとなっており、現在ベンフィカに所属しております。まあ01式なんで、同い年の世代は久保くんとロドリゴという感じになっており、185センチのサイズ感なんで、まあラッシュフォードよりはちょっとちっちゃいかなっていう感じとなっております。現在ワールドカップで3試合3ゴール1アシストを決めており、スイス戦にね初めてスタメンに抜擢されてからハットトリックをしたことによって、まあなんかもともとね注目はされてる選手でしたけども、一気に名を上げたというか、まあ関心は高まった選手なんじゃないかなと思います。経歴は割とベンフィカオンリーというか、まあベンフィカさんという感じのキャリアを歩んでおり、今シーズンは21試合に14ゴール3アシストと活躍中で、まあベンフィカはねヌニスがリバプールに移籍したんで得点力落ちるんじゃないかと思われておりましたが、しっかりヌニスの穴を埋めているという感じになっております。まあ代表でもクラブでもがっつりこの活躍を続けたのであれば、まあヌニスと同じくリバプールのようなクラブに移籍するみたいなことはあり得るんじゃないかなと思います。ワールドカップでの活躍とプレー集を見る限りですと、ボックスストライカーという感じが強く、ボックス内でボールを渡せばとりあえず決めてくれるよねっていう感じの選手なイメージが強いです。プレー集見る限りだとヘディング得意そうなんですよね。まあワールドカップでのハットトリック振り返るとね、まあ周りの選手たちのパスが素晴らしかったっていう意見もあるとは思うんですけども、名ゴールキーパーゾマを相手に冷静に決めきる得点能力は抜群だったと思いますし、さりげなくというかめちゃくちゃすごいことやってたんじゃないかなと僕個人としては思っております。しかも現在ベンフィカではね21試合14ゴール3アシスト決めていると言いましたが、それのうちチャンピオンズリーグではねなんと10試合5ゴール2アシストかましてますので、彼の得点能力って実は本物っていう可能性高そうな感じめちゃくちゃしてくるんですよね。彼のことを調べれば調べるほど。一応マルカで彼の元監督が彼について語っており、その監督は彼のことをチームプレイヤーと評価しており、働くし走るし戦うし、いいフィニッシャーでもあり、ヘディングも両足のシュートもめちゃくちゃいい、ブレイクとサポートの動きもよく分かっていると元監督からはめちゃくちゃ称賛されていたみたいです。他にもチームメイトからはねこぼれ球運が強いため魔法使いと呼ばれているみたいでございます。まあこれはちょっといじられてるというか、まあちょっとディスに近いような感じもしちゃいますけどね。そして本人は自分が試合に関わることが好きだと語っており、そのことはヒートマップを見る限りですと主にボックス内でのプレーが多そうですが、様々なところに顔を出しているのが分かるんじゃないかなと思います。そして彼のスタイルはねミューラーに似てると言われることが多いみたいなんですけども、まあそのことについては本人的に狙い通りだったみたいで、割とドイツ代表のトーマス・ミューラーをお手本にしているということみたいでございます。まあぶっちゃけ得点力があり、まあハードワーカーなストライカーが嫌いな人って少ないと思いますし、世界的にストライカーは不足してますので、彼の争奪戦特に来年の夏とかはえげつないと思いますし、さりげなく今年の冬からバチバチになっていってもおかしくないんじゃないかなと個人的には思ってます。一応市場価格がね2400万ユーロとなっているんですけども、ワールドカップやチャンピオンズリーグで活躍しているのを考えますと、なんとなく7000万ユーロぐらいかかりそうな感じもしますし、今シーズン後半、まあワールドカップ終わってからですよ、チャンピオンズリーグやクラブで活躍し続けたりしたら、おそらく7000万ユーロじゃ獲得することはできず、下手したらマックス1億ユーロぐらいかかる選手になってもおかしくないんじゃないかなと思います。とりあえず7000万ユーロから1億ユーロの間にはなっちゃいそうだよね。一応今年の夏にねあのニューカッスルとウルブスが狙っていたみたいなんですが、その2つのクラブ以上のクラブがねめちゃくちゃ狙いそうな感じはしますし、まあ個人的にはねユナイテッドにはガクポ君よりもラモス君を狙ってってほしいなと思っております。ぶっちゃけガクポ君よりもね、まあ、純粋な背番号9番タイプな感じめちゃくちゃするじゃないですか。しかもポルトガルコミュニティだからダロトもブルーノもいるし、なんか馴染みやすい環境整ってると思うしね。まあガクポにとってもオランダ勢も多いから何とも言えないっちゃ言えないんだけど、まあこの辺はまたユナイテッドは別で動画にしようと思います。じゃあラストの方行きましょう。 No.5 ミトマール、97年式藤井風世代、178センチ、右利きの左ウィンガーで現在プレミアのブライトンに所属しております。これまで紹介した選手と比べると25歳ということですので、あまり若くはないですが、彼の活躍めちゃくちゃ素晴らしかったっすよね。日本人選手だからね、もちろんひいき目に見てるっていうのはあると思うんですけども、彼は本当に攻守ともに高いレベルで活躍しており、ブライトンに帰ってきたばっかりですが、今年の冬の移籍市場ってどっか他のクラブに行くみたいなこともありえなくはないのかなと思っております。彼のことについてね振り返っていきますと、まず攻撃ではね、彼を一人で止めることができたディフェンダーっていうのは存在しておらず、強豪国であるドイツ代表やスペイン代表にも彼のドリブル能力というのは通用していたんじゃないかなと思います。マジで彼のドリブルはね日本の攻撃の要になっておりましたし、日本の
切り札として後半から出場した際はめちゃくちゃかましてたというか一番目立っていたような印象があります。だって最終的にクロアチア代表なんか2人も彼についてマークつけてたしね。そして彼はドリブルでチャンスを生むだけではなく守備にもしっかりと参加しており、ウィングバックとしてバチバチに守備もやってましたよね。ドリブルがワールドクラスで守備強度も高いとなると彼のことを欲しがるクラブは多いと思いますし、特に3バックが基本であるヤキトリやロンドンやチェルシーなんかはねめっちゃ欲しいんじゃないかなと思いました。だって左ウィングもできるし左ウィングバックもできるんだぜ。ガキっぽいこと言いましたけど、なんかそんな選手ってなかなかいないじゃないですか。だからマジで彼が移籍ってあり得ると思うんだよな。しかもミトマールの価格ってめちゃくちゃ安くて現在市場価格なんと600万ユーロとなっております。これまで紹介した選手たちとねちょっと桁が違うんですよね。なんでこの夏にね彼は帰ってきたばかりですが、この価格を見ると冬の移籍市場で獲得に動くクラブはありそうですし、もし今シーズンブライトンに留まってめちゃくちゃ活躍したとしても、まあマックスで上がったとしてもビッグクラブは割と2000万ユーロぐらいで彼のことを来年の夏に獲得するとか全然あり得ると思いますし、本当に移籍金も安いのにこんだけできるわけだから本当にどこのクラブに行くか読めないっちゃ読めないよね。最後の枠はね日本人選手紹介しようと思ってて、板倉選手と堂安と三笘丸で悩んでたんだけど、なんだかんだ三笘丸が一番インパクト強かったんで三笘丸を選ばさせていただきました。でも板倉選手もリツ堂安もね移籍しそうっていう感じは間違いないと思いますし、彼ら二人の去就もしっかり決まり次第動画にしてもいいのかなとか思っております。まあ以上で今回のワールドカップで活躍してビッグクラブに移籍しそうな選手というのは終わろうかなと思います。個人的にびっくりしたのはねブンデスでと言いますか、まあベリンガムはねもともとプレー集何回も見ましたしチャンピオンズリーグでも見てたんで分かってはいたんですけども、まあここまでできるのかっていう感じもありましたし、グバグバ君もねまあマドリー戦活躍してたとはいえここまでね素晴らしい活躍をワールドカップで見せてくれると思わなかったんで本当に驚きました。なんか今日紹介した選手本当に5人ともいい選手なんで、どこのクラブに行くか個人的にめちゃくちゃ気になりますし、まあ正直ね彼ら5人の選手以外にもめちゃくちゃ活躍してた選手がいましたので、まあワールドカップ終わったらねまた似たような動画作ってもいいのかなと思いました。本当にいいなって思う選手いっぱいいたからね、各クラブごとユナイテッドとかマドリーとかに分けてマドリーが獲得すべきだと思った選手参戦とか、ユナイテッドが獲得すべきだと思った選手参戦とか、まあ今回紹介した選手以外にもいい選手いたんで、そういう感じで動画また作ってもいいのかなと思いました。まあそんな感じで今日の動画終わろうかなと思います。ワールドカップ最後まで楽しんでいきましょう。それではまた配信なし動画でお会いしましょうってことで、ワイヤーチャ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